よーい、スタート。伊東市の農園で敵化によって地面に落とされたみかんを拾い集める4人の高校生。彼らは伊豆伊東高校の3年生で、授業の一環として農家の高齢化や後継者不足といった課題の解決に向け、農作業をスポーツ競技として普及させるアグリスポーツに取り組んでいます。農家さんの話などを聞いて、収穫作業に困っていたりとか、収穫作業以外の土おこしや草むしりや撤荷作業などにもとても大変な作業なので困っているという話を聞いて、少しでも助けられたらなと思い考えました。伊東市内にはおととし3月末時点で594戸の農家があり、そのうち販売を目的とした農家は254戸。ただ県の調査ではこの254戸の半数以上が65歳以上の高齢者で、さらにおよそ6割で後継者がいないことが分かっています。このため観光客を呼び込み、農業への興味を持ってもらうとともに、参加者の体力強化や農家の収入向上にもつなげようと着目したのがアグリスポーツです。この日は都内で農業関連の事業を展開し、生徒たちのアドバイザーを務める高橋寛太さんもデモンストレーションの様子を視察に訪れました。ちっちゃい面積でも収益を上げるという取り組みが結構増えてきているので、まあ、その先駆けを、まあ、皆さんの実践してもらってないかと、新たな価値を生み出せればもっと広がっていくかなと思うので、よろしくお願いします。お願いします。競技は10分間に拾い集めたみかんの重さを競う果樹拾い競争の個人戦と団体戦、そしてちょうど10キロを目指す個人戦の3種目。じゃあ、よーい、始め。生徒たちは慣れない作業に真夏の暑さも加わり、農家の苦労を肌で感じている様子です。暑い中農家さんがやってるって、こんなのをずっとやってるって考えると本当にすごいなって思って、ずっとしゃがみっぱなしなので疲れます。ただやるだけじゃなくて競ってやってるから、そういうところが楽しいです。足が鍛えられるなって今までそういうの全然私たちはね考えたこともなかったので、やはり若い人たちってすごいなと思いますね。スポーツにねして、こういうふうにやってくれるとありがたいですけどね、またデモンストレーションを通じて実際にビジネスとして展開していくための課題も見えました。3回今日やったんですけど、なんか勝負をもっとなんか競うような形を変えてみたりとかできたらなと思いました。やっぱり若い人が農業をする機会が少ないと思うので、若い人にも興味を持ってもらえるようなプランにしていきたいです。自分としてはいろんな農業の形があってもいいかなとは思ってて、例えばこのアグリスポーツの体験料を取るとか、あとはまあ今農業人手不足も深刻なので、その一つとして手伝ってもらうとかで、よりこう経営的にも発展性があるかなと思ってはいるので。デモンストレーションから4日。この期間で何を解決しようとしてるのっていうのが明確じゃないよねっていう、アドバイスが銀行の方から来て、どうしますか、皆さんは何をこの期間で解決しようとしてるのか。農家さんの課題も解決しながら観光客の課題も解決するみたいなプランで、農家の立場からしてみれば、商品に傷をつけられてもう困るから、収穫作業とかはちょっと任せづらい。伊豆伊東高校には課題の解決に向けて早速動き出した4人の姿がありました。やっぱりビジネスとして
参加料をどこから取るかや何円取るかなどまだまだ未完成な部分が多かったです。結構自分たちでは結構うまくできていると思ったんですけど、まだまだ話を聞いたら甘いとこが多くて、もっと細かくゲームの内容とか決めていけば農家さんにもいいことがあるし、観光客も楽しんで農作業できると思ったので良かったと思います。頑張ります。まだまだ修正すべき点も多いビジネスプランですが、こうした高校生の感覚や発想が農業の未来を切り開く一つの糸口になるかもしれません。